1958年の大阪タイガースでは、1958年シーズンの大阪タイガースの動向をまとめる。この年の大阪タイガースは、田中義雄監督の1年目のシーズンである。藤村文雄監督の現役復帰を受け、この年からカイザーの愛称で親しまれた田中義雄が新監督に就任。田中新監督は、打撃重視の野球からディフェンス重視の野球への切り替えを、 はかり、守備陣を再編。特に、三宅修士と吉田義雄の三遊間コンビは、打球団から特に評価され、巨人の水原茂監督から、三宅の守備はセ・リーグで一番上手いと評された。監督交代のチームは、平凡なスタートとなった前年優勝の巨人とは、対照的に4月を首位で終えるが、一昨年の藤村排斥事件の影響もあり、 阪神は5月以降主位を巨人に奪われ、それを追いかける展開が続いた。投手陣では、不動のエース、小山正明と渡辺翔三がこの年もローテーションを守ったが、それ以外の投手は低調だった。打撃陣では3番のタミヤ・次郎が、主位打者を獲得し、長島・茂雄の三冠王の野望を打ち砕いた。タミヤの主位打者獲得という明るい話題もあったが、チームは、 結局2位で終了。シーズン終了後、契約交渉が決裂したタミヤは大前に移籍し、また、藤村前監督もこの年限りで引退した。ありがとうございます。